皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。今可愛い格好してるでしょ。頭骸骨。骸骨でございます。で、これあるじゃない。これ最後なんだと思う？かぼちゃ。あ、知ってた？私のリスナーさんにもいるの、かぼちゃの人。でもね、このかぼちゃまでになんかキャンディーが約1万個ぐらいいるんじゃないかっていう話なんですよ。いや、知らないよ、私まだ行ってないから。やば。で、ま、ちょっとなるべくさ、欲しいじゃん。で、そうするためには何をしなきゃいけないかっていうことなんだけど。何するの？今メンバーが1軍しかいないの。私1グループしか持っててないんだけど、2グループ持ちたいなと思って。そうすればなんとかこれいけるかなと。で、とりあえずこの金の苗とか大きな苗を、まあ、生まれさせようかなと思って、まあ、大きな苗は大変なんで、とりあえず金の苗を全部ね、救い出そうと。だいぶさよならしたよ、この子たちのために。では生まれた子たちを紹介したいと思います。紫いないね。いないね。白と羽は弱いからね、ちょっと使えるのが青と黄色しかいないんだけども、まあ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 いいでしょう。ちょっとは2軍強くなったかな。1万1万ぐらい出せるようにね、なんとかしたいとこですよね。8000とか9000でもだいぶ強いからね、許してもらえたらなと思います。楽しそうだな、みんな仲良しだな。ではここで、あの過疎地からのご招待ですね。今普通の黄色いキノコなんですけども、2人だけですね。結構時間経ってるのに、そんなね、あの田舎じゃなさそうなんですけどね、関東の方でも入らないとこは入らないんですね。で、こちら皆さん、カズミンさん見て、これ秒で入らないと。どうする？ちょっと待って、ちょっと焦ってるけど大丈夫かな、いける？アバター変えてくればよかった。カズミンさん、ありがとう、呼んでくれてありがとう。あ、そうなの、モグラくん、これみんなが入るように33日さんのごめん、フルパワーで行っちゃった。モグラくん言ってよ、ちょっと恥ずかしいじゃん。そうか、これみんなが入るまで待ってたやつ。私もか、あの 3人とかで入ればよかった。フルパワーで行っちゃったじゃん、ちょっと恥ずかしいなこれ。カズミンさんは札幌のリアルイベントでもお会いしたことがあるんですよ。ありがとうございます。一番最初に声かけてくれたんですよ。嬉しかったです。ありがとうございます。で、こちらフレンドなんですけども、トーマスさん、これわざとあれでしょ、ミーの目を黒くしてるんでしょ。これはね、すごいセンスある。めっちゃいいこれ。この人やばくないですか、皆さん。やばいですよね。かぼちゃに羽ってもう全部取り終えてるんですよ。これ多分ね、日曜日ぐらいにもう取り終わってるんですよ。多分最初の巨大なキノコのね、巨大なハロウィンキノコのイベントでもう終わってるんですよ。いくらかかったんだろう。私も頑張る。ガチですごいよこの人。こう見ると私かぼちゃはもう諦めようと思ったのに、欲しくなるじゃんこれ。やばいやん、欲しくなるよねみんな。これね、入ってからアバター変えても多分反映されないんですよね。私もメガネにしたらよかったなぁ。合わせればよかったなぁ、これ。焦って入っちゃった、小さいキノコだから。次は空気読むよ、モグラくん、任せて。あとこちらなんですけども、あの、うまく動画撮れてなかったんで、X でね、あげた写真なんですけども、ボボチさんと一緒でした。めちゃくちゃ嬉しかった。フレンドのフレンドがボボチさんなんですよね。だからこうやってね、もうフレンドがフレンドを呼んで、もうほとんど知り合いみたいなね、キノコになってましたね。いや、これはちょっと熱いですね。呼んでくれてありがとう、皆さん面白いです。最初2人とも骸骨だったから、ちょっとこう本物みたいにね、ちょっとお互いなったかもしれないけど、よかったです。ちゃんと次から顔出しました。この後ボボチさんもね、あのお面外れてたんで、最後の報酬画面の時ちゃんと分かりました。よかったです。みんなのキノコ全部に入れないかもしれないけども、見つけたら入ります。次の巨大なキノコの時は、あの弱い方とフルパワーとちょっと弱いのと2グループに分けて突撃していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。